音楽アートミュージアム、感動の宝石箱。はい、オアム音楽アートミュージアムのコーナーです。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、クラークです。カズです。はい、本日はですね、素敵なゲストをお迎えしてるんですよ、はい、歌手の歌手とお呼びしていたらいいですか。とんでもないです。ジャズシンガー、鈴木奈美さんです、はい、よろしくお願いいたします。でもう一方ですね、石田和也さんにお越しいただいております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。早速ね、ちょっと一曲歌っていただきましょうか。はい、大丈夫ですか。はい、今日お願いしちゃって。うわ、嬉しいですね。今日は生で。じゃあちょっとご準備を、はい、じゃあエンドレスリーという歌を歌います、はいはい、お友達が作った、はい、曲です。この曲を初めて聞いたときですね、はい、歌詞の内容で、人という字を思い浮かべました、はい、なぜかと言いますと、この内容が、月も月明かりも綺麗なのは、はい、やはり太陽があってこそ で、はい、でワインもだんだん美味しくなるのは綺麗なグラスに入れて空気に触れて、それでやっと美味しくなると。だ一つでは何もできなくて、二つになるとだん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 良くなるという。いいですね、支え合ってそう、そういうすごく分かりやすい歌詞なので、外国語堪能じゃなくても簡単に分かりやすい言葉で歌ってるかなと思います。それでは紹介させていただきます。お願いします。曲名はEndlessly、はい、鈴木奈美さんです。はい、よろしくお願いします。恐ろしい。You'd be the moon, I'll be the light. Always together, they brighten the night. Let's show the world our love goes on endlessly. You'd be the glass.Just get better and better with time, like you on the vine. Our love goes on endlessly. We've got a magical thing. Let's not ask.Watch the clouds in the sky drifting by. You'd be the wave, I'll be the shore. Kissing each other and then back for more. Nothing will stop our love. It will goね、ニューヨークに行った時思い出してしまいました。なんかお酒飲みながら聞きたい感じになってきますね。ありがとうございます。あれですか、ライブ活動なんていうのは、はい、この曲もライブで歌わせていただいてるんですが、まあ、私は隣に先ほどご紹介ありました石田和也さん の、はい、ライブで歌わせていただいてます。なるほど。改めてご紹介させていただきます。これドラムスで、はい、でよろしいでしょうか。はい、石田和也さんです、はい、ドラムの石田和也と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、最近、はい、ジャズ界に、前戻ってまいりました、はい、一時期、まあ、ドラマやってたんですが、うん、ちょっと違った音楽の方向に行ってまして、また、はい、久しぶりに、戻ってまいりました。まあ、戻ってまいりましてありがたいことにですね、はい、日本の、まあ、トップミュージシャン
と言える方たちと、共演させていただいております。まあ、佐藤達也さん、テナーサックスのですね、はい、あと、ピアノの山本剛さんだと、まあ、主にあの都内で、ライブ活動、させていただいてます。あ、そうですか。早速、はい、あるライブかな。そうなんですね、今かかってるですね、はい、音が、佐藤達也さんの、プレイです。この同じようなメンバーで明日早速上野の、はい、明日もある明日そうです、そうですか。エブリスイングという、うん、ライブハウスという、はい、ところで、はい、早速ライブやっております。これはあれですか、石田和也さんのなんか私の一応グループになっておりますが、はい、まあ、主体は先輩である佐藤達也さんの、中心という感じですね。そうですね。これはあれですか、ブログかなんかで見れるんですか。はい、マイスペースで検索すれば、ね、トップの方に出てまいりますので、うん、それと14日の日も、はい、何かあるっていう、はい、14日はですね、はい、今日本でとっても人気のピアニスト山本剛さんというピアニストなんですが、はい、その方と水橋隆さん、まあ、これも日本で重鎮 のベーシストなんですがによるトリオで、渋谷の新宿の、サムでですね、はい、というところでライブハウス、これ5月14日です。はい、はいはい、まあ、水橋隆さんはこちらの方なんですが、うん、はいはい、じゃあ楽しみですね。はい、カズさんどうですか。私はもう直美さんね、聞きに行ったこと何回かあるんです。ありがとうございます。すごく素敵ですよ。とんでもない。石田さんのまたドラムがね、またすごく激しくてね、素晴らしいです。迫力があってね、激しいですね。迫力ありますよね。あ、そうですか。はい、素敵です。ぜひ聞きにいらしてほしいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。もう一つ私のライブもありますんで、はい、来月6月の18日の金曜日に渋谷であります、はいはい、で全部このスケジュールは、うん、石田和也と検索していただければ、はい、すぐ出てきますので、はいはい、それからよくご覧になって、渋谷のお店の名前もう一度お願いします。渋谷のココです。ココですね、はい、渋谷のココです。よろしくお願いします。はい、楽しみですね。はいはい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、今ピアノかかってるのは、はい、時々一緒に演奏してくださる和子馬場さんという、はい、ニューヨークからお帰りになったばっかりの新鋭のピアニストです。はい、こちらあります。あ、そうです。はい、これなんですけど、これです。はい、はい、まあ、いろいろそういった、はい、いろんな方と、はい、いろんなこうセッションっていうんですかね、はい、やられてるってことですけども、はい、なんかお店の方もあ、はい、ユープレイジャズで今月号で、はい、5月号なんですが、はい、私が撮影して編集をしております、お店で、目黒の茶番というところがあります、はい、でこの中で今先ほど歌わせていただきましたエンドレスリーを挿入歌で入れておりますので、はい、ぜひお聞きになってご覧になってみてください。はい、でまたこのお店は音楽監督の、はい、映画監督の磯村逸光さんという人がの奥さんがやっておられます。はい、で映画が瞬きが来月公開になります。はい、この映画ですか。はい、この映画です。はい、はい、どんな映画ですか。いや、私もちょっとよく見てないんですけど、はい、瞬きですね。突然愛する人を失ったという映画。そうですね。はい。はい、よろしくお願いします。監督の奥様が、はい、奥様が経営なさってます。経営なさって茶番ですね。はい、目黒の茶番ですね。はい、はいはい、私も時々そこで一人ライブを やらせていただいてます。あ、そうですか。、はい、ぜひね、はい、ぜひね、はい、今後ねどういった感じの活動をしていきたいと思ってますか。やっぱこんな感じのライブとか、はい、はい、中心に、はい、なるべく今動画時代なので、はい、なかなかライブに足を運んでもらえないんですね。はい、ですから動画で皆さんに興味持たれるような映像を配信して、それでぜひ生を感じに来ていただきたいと思ってます。そうですね、ジャズもね、身近に ね、 やっぱりね、生で聴く、ね、そして本当にそばで聴けるんですよ。ね、直美さんかぶりつけて聴けちゃう、嬉しい。素敵です。ね、興味をね、お持ちになっていただきたい、ね、ぜひ皆さん出してください。はいはい、よろしくお願いします。今日は、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ゲストは鈴木直美さんと石田和也さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はクラークとカズでお送りしました。
ました。はい、失礼いたします。ありがとうございました。